語り尽くせぬ。紆余曲折を経て、リタは極寒を奪還する。次なる目的地は、一度は奪還に失敗したンコソパ。交換条件だ。塩辛は返してもらう。そんなボロ雑巾のために、国の命捨てちゃうなんて。ごめん。ごめん。ヤンマには、ある秘策があった。父さん。話って?ンコソパを奪還する。手貸せ。見返りは?五道家ぶっ倒す力。欲しくねえか?俺らが生きてられるのは、あいつらがふざけてるからだ。何かの気まぐれで本気出してきたら、地球は簡単に滅びる。のほ地球を片付け飽きてきた。では、直接潰してしまいますか。木を見てゆるりと滅ぼせばよい。そのうち、すぐに死体の山になる。うっほ。そっかそっか。お粒ごときにやられといて何が面白いの?んなこともわかんないならお前たちから片付ける。遊びってのは真面目にやらなきゃつまらねえんだよ。宇宙に届く力、そんなものがどこに。王者カリバーには隠しコマンドがある。ラクレスの王者カリバーゼロ、あれは2000年以上前に作られたもんだ。人間には作れねえ代物で、人間には扱えねえ超パワーを出す機能があった。ギラのランスもジェラミーの剣もだ。とんでも仮説だが、宇宙王が関わってると踏んでる。宇宙の力を授けるとか、すべてのシュゴットを束ねる力を持つとか、あながち、とんでもとは言い切れませんな。でだ、王者カリバーにもその機能を搭載してる。なぜ隠してある?リスクがでけえからだ。パワーの反動がもろ体に返ってきて使えば、最悪死ぬ。人間のお粒どもの悲鳴で笑いたいんだ。だからちゃんとふざけてこい!足悪くなくねー。ビビったか?望むところだ。お前ら全員でお粒の王様気取りを片付けてこい。ぬふぬふ。反撃開始だ。スカポンタヌキども。宇宙の片隅の惑星、地球、6つの王国が治めるこの星に、巨大な危機が迫っている。これは、平和を守る王たちの物語、そして、反逆の戦士たちの物語である。現在に背を向けて僕ら走る、全力出して生きなきゃ張りがない。さらけ出し燃やして迷いを。究極と逃げた盤面の隅飛び、上がり起死回生のジャンプ。罪はなぜかつて反逆者どもの子供よ。真っ暗闇跳ね飛ばし戦って立ち上がりししてバットグラグラ鼓動跳ね上がって、こんなもんじゃ足りない、なんだってありじゃない、失敗なんてザラザラ、間違っていこうぜ。刃舞い上がったからだが生命体が時代時代壊してさ、高い高い世界へさ、キングオブキング、君が全てを変える王になるキングオブキング、未来が騒ぎたいと待ってる。
一切の退路を断つ悲しみを支配する王者。It's alright, it's alright, you're king。 この動画は夢クリエーションバンダイさんのおもちゃと再現戦隊の制作でお送りします。よろしくお願いします。前田でした。